日本の物流の大きな柱たる貨物列車。その重厚感と長大さを兼ね備えた列車はいつ見ても力強い印象を受けます。そんな貨物列車は在来線の1000倍特許のように思いますが、実は新幹線でも何度も貨物輸送計画が持ち上がり、消えていきました。ですが、少子化や感染症拡大に伴い旅客需要が大きく減少する中、JR 各社は新幹線の貨物輸送に大きな可能性を見出そうとしています。一体これまでの間にどんな形で新幹線貨物輸送が検討されていったのか、今回は未来の物流を担うかもしれない貨物新幹線の歴史を見ていきましょう。新幹線による貨物輸送と聞くと東海道新幹線の建設において旅客船と一緒に検討された貨物新幹線計画が頭に浮かぶ人が多いでしょう。貨物新幹線構想は1958年に日本国有鉄道幹線調査会が運輸大臣に提案した新幹線計画案に盛り込まれていました。その時の具体的な案は、1、新幹線の高速性能を活かし、箱単位で輸送するコンテナ方式、またはトラックやトレーラーをそのまま列車に乗せるピギーバック方式にする。2、30両編成、電車方式、で最高速度150キロ。東京大阪間の所要時間は5時間半。3、旅客列車と競合しないよう、東京と大阪を22時以降に発車。翌朝5時までに到着させる。4、線路保守の作業時間を確保するため、週に1回運休する。5、貨物駅は東京と静岡、名古屋、大阪の4カ所、と、旅客車より遅い速度で一晩中かけて東京大阪間を走行する。という内容でした。そして、新幹線開業に合わせて貨物型新幹線電車の設計も進み、さらには貨物ターミナルの土地買収も行われました。貨物新幹線のための法整備もなされています。高架橋なども貨物列車が走れるような規格で建設されており、貨物新幹線はいつ走ってもおかしくない状態でした。しかし、この貨物新幹線が実現することはありませんでした。というのもこの貨物新幹線、東海道新幹線開業の資金を世界銀行から得るためのブラフの意味合いが強く、国鉄首脳部はそこまで実現する気はなかったそうなのです。この時すでに東海道新幹線は旅客輸送で手一杯で貨物までやれないだろうと予想していましたし、実際にそうなりました。ですが鉄道車両論が強まる中、世界銀行にとって旅客限定の高速鉄道はピンとくるものではなく、貨物輸送もする前提でないと借款は出せないと国鉄に通告していました。それなら、ひとまず旅客船を作って余裕ができたら貨物船を作ります、と言っておけばいいだろう。ということで貨物も走れる規格で新幹線の建設が進められ世界銀行から借款も得ることができました。そして新幹線開業後の1965年より貨物新幹線の検討が再スタートしますが、予想通り旅客輸送の増大は止まらず貨物まで手が回らない状態、保守点検の手間もありましたし、インフレで建設費も増大することが予想され、知らず知らずのうちに貨物新幹線は幻の計画となりました。ですが、貨物新幹線用に取得した土地などは新幹線の車両基地や在来線の貨物ターミナル駅へと転用され、人知れず日本の鉄道の発展に寄与することになるのです。さてこの貨物新幹線計画の立ち消えによって新幹線貨物輸送の歴史は終わった、かと思いきや実は意外な形で復活しています。それが1981年より開始されたレール号サービスです。これはコンテナのような大掛かりな貨物ではなく、段ボール一箱までのような小規模な荷物を高速で運搬するというもの。トラック輸送なら丸1日かかるところが、東京新大阪間を3時間半程度で輸送できるようにした超速達便サービスになります。東海道の他山陽や東北、上越新幹線にまで波及し、特にサラリーマンなどには大変重宝されたサービスだったそうです。2006年に東海道、山陽新幹線でのサービスは終了となりましたが、東北、上越新幹線ではサービスが現在でも続いており、新幹線を用いた宮城、新潟と東京間で速達サービスを受けることができます。
このレール号サービスが後の新幹線による貨物輸送計画へと繋がっていくのです。さらに1982年には当時の郵政省からの提案で新幹線による郵便輸送計画が立てられました。こちらはレール号サービスのような小規模輸送ではなく、なんとゼロ系を改造または新造した郵便物専用編成による大規模輸送を試みていました。計画によれば4両編成の0系が往復2便で東京と新大阪間を走行する予定でした。これがうまくいけば博多までの運行も考えられていたそうです。車両については設計図まで完成しており、実現まであと一歩のところでしたが、郵便用パレットを積み込む設備を駅にどうやって設置するかが問題となり、結局新幹線による郵便輸送は立ち消えになりました。もし実現していたら東海道新幹線を4両の車両が走るなんて光景が見られたかもしれません。なお余談ですが、フランスでは TGVポスタという郵便物専用の TGV 車両が2015年まで運行していました。時が進んで1985年、新幹線において貨物輸送はレール号サービスのみ行われていたのですが、今度はこのサービスを発展させてより大型の荷物を運ぶ計画が打ち出されます。それが新幹線物品輸送計画です。これも郵政省の提案で生まれた計画で、今度はコンテナを積み込める専用の新幹線車両の導入が検討されました。しかし当時の国鉄は民営化直前で、それ以外の事務処理に手が回らず、そのうち国鉄が民営化してしまい、新幹線によるコンテナ輸送計画は人知れず幻のものとなってしまいました。以後新幹線による貨物輸送はレール号サービスでの小規模輸送が行われるにとどまり、貨物新幹線は東海道開業前の幻の計画として語り継がれるのみとなったのです。さて、2016年に北海道新幹線が新函館北斗駅まで部分開業。この時青函トンネルを新幹線車両が走ることになったのですが、この時大きな問題が生じます。それが青函トンネルにおける速度制限問題です。新幹線の開業で海峡線の旅客在来線は廃止することができても、貨物列車を廃止することはできません。特に青函トンネルを往復する貨物列車は本州と北海道を結ぶ重要な物流線となっており、手をつけることは許されません。そうなると青函トンネルの中を新幹線と貨物列車が一緒になって走ることになります。その時にあまりの速度差から新幹線は貨物列車に速度を合わせねばならず、場合によってはすれ違いによる風圧に貨物列車側のコンテナが耐えられない可能性が指摘されました。その結果、新幹線の車両は最高速度が160キロに制限されており、この速度制限は速達性の大きな妨げとなっています。そういうわけで、青函トンネルの上下線に仕切りを設けたり、時間別に貨物と新幹線の走行時間を区切ったり、青函連絡線を復活させたり、果てはもう一つ青函トンネルを作るなど、様々な面から速度向上に向けた検討が行われてきました。その中で、なんなら貨物と新幹線を一体化してみては、という案が浮上します。これはかつての貨物新幹線案と通ずるところがあり、JR 北海道はかなり本気で検討しているようです。この貨物新幹線における貨物搭載案は主に3つ挙げられています。せっかくですのでここで各タイプの長所と短所を挙げてみましょう。一つはパレット型。これは既存の旅客タイプの新幹線車両の内装やドアを貨物用に改装したもの。すでに述べているような輸送車に近い形態のものです。旅客と混載できる、通常の新幹線と同じ速度で走れる、という利点があります。さらに全線新幹線で走行でき、荷物の付け替えをしなくていいのも美味しいところです。しかし、320キロの高速走行を前提としている以上、極端な重量物は運び込めません。パレット型で輸送できるのは郵便物や雑誌などの紙物といった軽いものに限られます。また、並行在来線から独立した第三セクターにとって、貨物列車の入線による JR 貨物からの線路利用料は貴重な収入源。この利用料がなくなった場合、本当に第三セクターの経営が立ち行かなくなる危険性があります。しかし新幹線による貨物輸送において一番現実的な案はこのパレット型であるのは間違いありません。次はコンテナ型。
こちらは東海道貨物新幹線の案をそのまま持ってきたもの、と言ってもいいでしょうか。在来線貨物列車の横に新幹線タイプの貨車を横付けし、青函トンネルの直前にコンテナを新幹線側に付け替え、その新幹線貨車をこれまた新幹線型電気機関車で引っ張る、という案です。車両自体は在来線の貨物列車を新幹線規格にすれば良いですが、コンテナが剥き出しになるので対向列車とのすれ違いによる風圧の影響が未知数であることが難点です。さらに速度は時速200キロにまで制限されると考えられます。また1列車20両分にもなるコンテナを付け替えるクレーンの開発も必要になり、それが作れたとしても付け替える時間がどれほどかかるかわかりません。しかし、既存の在来貨物列車と同じように重量物を運べるという利点があり、これまでの物流の動きを変化させるような事態にはなりません。そして、新在共存の究極形として検討されているのがトレインオントレインです。電車の上の電車、と取れる奇妙な単語ですが、本当に貨物列車の上に貨物列車を乗せる、というよくわからないことを本気でやる計画になっています。より詳しく説明すると、まず、在来線と新幹線は線路幅が違います。それにすれ違いにおける風圧を防ぐために新幹線側の速度を下げなくてはいけません。そこで在来線車両を新幹線の車両の中に入れて輸送すれば、高速輸送もできてすれ違いの風圧も考えなくて済むじゃない？というのがこの TOT 計画です。船による鉄道輸送構想を鉄道同士でやってしまおう、と言ったらいいでしょうか。かなりぶっ飛んだアイデアですが、JR 北海道は本気で TOT の研究を行っており、2004年には特許を取得、2007年に実験車両も作られ実際に車両搬入の試験が行われました。ちなみにこの試験貨車を作ったのはみんな大好きなエボ工場です。コンテナ型新幹線のコンテナにそのまま在来線の貨車がついたパターンとも言え、牽引も新幹線型機関車を用いる予定となっています。一度貨車を新幹線に積み込んだらトラバーサーで線路を切り替えればいいため、積み替えにかかる時間は間違いなく短縮できます。しかし、高くなりすぎる重心、積み込みのありなしで変わりすぎる重量、積み込みに必要な土地が膨大であるなど課題はたくさん。JR 北海道以外は乗り気ではないと考えられます。ちなみに TOT の実現には開発費やコンテナヤードの整備費を含めて3000億円以上はかかるとされており、不安定な技術に対して非現実な費用と指摘されています。というわけで費用対効果が見込めない TOT 計画は事実上凍結。現在ではパレット型新幹線案を中心に検討が進められているそうです。さて、ここまでは線路や車両といったハード面から貨物新幹線を実現する案を見てきましたが、最後は通常の旅客列車を貨物用に転用するソフト面での荷物輸送について、JR 各社がどのように取り組んでいるのかを見ていきましょう。現在、旅客列車の車内に荷物スペースを用意してか客混載の輸送の検証をしている JR 会社は九州、北海道、東日本の3社です。JR 九州はほぼ絶望的と言われながら上場と完全民営化を果たした三等会社の希望ですが、主に不動産業で経営を大幅に改善させたのが実情であり、本業の鉄道事業は先細りが避けられない状況にあります。旅客のみでの収入確保に限界を感じており、新在ともに貨物輸送の可能性を探り始めました。2016年までには夜間における貨物専用新幹線の走行を検討していたようですが、線路保守の観点から断念。2018年度には早朝深夜便の列車の1両を貨物専用に使うことを検討していることが報道されました。JR 九州案では座席は取り払わないで荷物を積み込む方法を検討し、2021年1月下旬からついに佐川急便との合同で輸送実験が行われる運びになりました。この佐川急便との輸送実験では現在使用されていない業務用室に荷物を積み込みます。博多鹿児島中央間での輸送が行われるそうです。また同じ佐川の輸送実験には JR 北海道も加わり新青森新函館北斗間にて輸送実験が行われます。こちらでは客室内に荷物を置く予定となっています。時を戻して2018年、JR 東日本も独自に日本郵便と手を組み、新しい貨物輸送サービスを始めます。
早朝の新幹線の空席を利用してその座席の横に農産物や海産物の荷物を積み込み、産地から東京まで高速で運ぼうという計画です。手始めに宮城県で採れたイチゴなどを輸送。翌年2019年には新潟から東京に向けてエビやズワイガニを運びました。さらに2020年には弘前市から東京へトウモロコシが運び込まれるなど、新幹線における農産物輸送の受注は確実に増加傾向にあります。この2018年より徐々に始められている新幹線荷物輸送は JR 東日本が国鉄時代から行ってきたレール号サービスを発展させたもの。これまで見てきたように、新幹線の貨物輸送は青函トンネルでの速度制限や感染症による乗客減を受けて出された苦肉の策などではなく、40年にわたって築き上げたサービスを時代に合わせて発展させたものなのです。と入っても旅客輸送以外での収入確保が喫緊の課題になっているのも事実。世の中の構造が大幅に変わっていく中 JR 東日本は本格的な新幹線貨物輸送の実現に向けて動き出しました。2020年12月30日には JR 東日本が新幹線の編成のうち1両を貨物専用車に改造することを検討していることが報道されました。これは編成中の1両の座席を全部取っ払ってしまい、車内の貨物用スペースを広げるというもの。これにより旅客専用車では1便ごとに40箱が限界だった積載量が一気に400箱にまで増加。大幅な輸送力アップを狙います。これがうまくいけば貨物向けに扉を広くした貨物専用車両を新造するとのこと。すでに設計が始まっており、完成すればまさにパレット型貨物新幹線の誕生となります。日本各地の特産品を新幹線で運ぶ。そんな光景が日常になる日もそう遠くないのかもしれません。以上、新幹線貨物輸送の歴史でした。2020年、世界は誰もが予想できなかった情勢に変わってしまいました。その中でも交通全般において旅客輸送機関は相当な苦戦を強いられています。JR 東海ですら赤字を出す異常事態、この先大手ですらまともに生き残っている保証はありません。しかし、そう簡単にへこたれないのが人間というもの。新幹線に限らず鉄道による貨物輸送は、減少した旅客需要の穴埋めをするだけでなく、逼迫するトラック輸送の状況を大幅に改善する効果があると見込まれています。もともと少子化で旅客数が減ると見込まれていた新幹線。かねてより貨物輸送の検証は続けており、ウイルスの感染拡大はもしかしたら貨物への転換の大きな契機になっているのかもしれません。60年の時を経て再び実現に向かう貨物新幹線。それは全く新しい物流の形を私たちに見せてくれることでしょう。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。